はい、皆さんこんにちは、井川直介です。あなたのスキルをエクセルでエクセレントにしたい。はい、始まってまいりました。今日は、リストオブジェクトっていうのをちょっと皆さんに紹介したいなというふうに思います。で、あのね最後の方にね、ちょっとクラスオブジェクトじゃないクラスモジュールだ、クラスモジュールのことについてね、ちょっと説明をしたいなというふうに思っておりますので、確信には触れません。こういう理屈だっていうことをちょっと触れますので、ちょっとね、よろしくお願いいたします。はい、じゃあパソコンの画面に行きます。はい、それではですね、早速やっていきたいというふうに思います。今日はリストオブジェクトっていうことをちょっと皆さんに説明したいというふうに思います。向かって右側に、数行足らずのコードが書いてありまして、こっち側ね、こっち側にちょっと手っ取り早く、競馬のデータを抜粋してまいりました。で、ちょっとここね、ここの一番上のテストっていうのをちょっと実行してみましょう。はい、ドンってやると、ここの部分がテーブル化されるんですよ。テーブル化される。で、皆さんに前一度カレントリージョンとかこういろんなことをやって、やれオフセットだとかローだとかっつって1個下がって1個上がるとかっていう風にやったけど、このテーブル化をしてしまうとどういう風になるのかというとですね、非常に簡単です。例えば表全体を選択するとき、このテスト2を実行します、はいドンっていうと、はい、全部選択されます。でじゃあ、カレンドリージョンはこっからでしたね。見出しを選択したくねえと、バーバとかコースとか条件とかそんなもん選択したくないっていうふうに言ったときに、じゃあどうしたらいいのかっていうと、ここね、ちなみになんですけど、これリストオブジェクト括弧1の、レンジのセレクトっていうふうになってまして、このレンジってまたねちょっとね意味合いが違ってってくるんですよね。どういうふうに違うかっていうと、レンジの A の1とかっていうような意味合いではなくて、ここで使ってるレンジって表っていう意味なんですよね。こう同じ言葉だけど意味合いは違うっていう、まあ例えば英語でね、メイクっていう動詞の過去形はメイドで、過去分詞形もメイドですよね。メイク、メイド、メイドって過去形と過去分詞形が同じ変化をするっていうようなことがあって、それは文脈から判断しなきゃならない、どういう意味合いで使われてるのかっていうのをね、なんかそんな感じなんですね。で、下の方のアクティブシート、リストオブジェクト括弧1の、データボディレンジの、セレクトっていうことで、要はデータのボディっていうのは見出し関係ないですよね。見出し関係ないので、はい、ドンっていくと、はい、ここの選択が外れて、ここのところ、ね、が選択されるっていうことになります。じゃあ次、レンジの1セレクトの、セレクション、リストオブジェクト、リストローズのハードで、ね、どういうふうになるかというと、はい、ドンっていくと、ちょっとこっち下行きますね。これうっすらと見えますかね。ここの最終行が選択されてるっていうことになりますよね。あ、間違えた、ごめんなさい。はい、でちょっと皆さんね、これ、今日ね、これね、なんで紹介したかっていうと、ちなみになんですけど、ちなみに、ここ、テスト2からテスト4までっていうのは、これ、テーブル化しておかないと、まずここでテーブル化をしておかないと、ここの、テスト2から、4までは全部エラーで弾かれます。定義エラーだとか、コンパイルエラーだとか、いっぱい出てくるんですよね。はい。で、ちょっとここからなんですか、今何分、3分ぐらいね、いい頃合いだと思います。ちょっとここから非常に長くなります。イルカのえっちゃんさんでしたっけ、クラスモジュールのお話になってくるんですけれども、なんとなく、イルカのえっちゃんさんはイメージつきましたかね。自分がですね、私が勉強していて、結局、クラスモジュールって何っていうと、設計図を書いて、
まあ、設計図を書いて、まあ、要はコードを書いて、その、オブジェクトを作って、そこにニューデータを流し込んで、で同じような、ものを作る、つまりインスタっていうやつですね。前説明しましたよね。大判焼きの鉄板に小麦粉とあんこを入れて焼いて、パタンって蓋を閉めてやると、同じ大判焼きが何個も何個も、出来上がるっていうことですね。で、今日、皆さんにこれを説明したのは、カレントリージョンっていうものを使わなくても、表全体っていうのは、このテーブル化をしておくとすごく便利に、やれるということ。例えば、このテーブル化のメリットっていうのは、例えばサム関数を入れるとします。こういうふうに。で、ドンってすると、ここのオートフィルをやんなくても、ずっとこう勝手に一発で計算してくれるっていうような機能が、つくんですよね。テーブル化にしておくと。だから非常に早いです。集計するがために作られたような、これ機能なんですよ。で、これね、皆さん何に似てると思いますっていうと、アクセスに僕は似てると思うんですね。アクセスに、すごい、やり方が似てると思いまして。で、ここの行に、今これ値入れてないから入らないですけど、ここのところに、例えば、最終行に値を付け足すみたいなものを、クラスモジュールとかで書いてくるんですね。これ、プロパティシージャーって、サブシージャー、ファンクションプロシージャー、それから、プロパティプロシージャーっていうのがあって、基本書に行くと、この3つは書いてあるもののですね、プロパティシージャーはまあいいでしょうみたいな感じで、こう省かれるんですよね。で、省かれるから、みんなが勉強してないから、クラスモジュールって、何なんだろうっていうふうに考えるのが、私なりの考えではまず1個。それから、この動画を見てる方は分かると思うんですが、私自体はね、これ入りがね、違うんですよね。入りが違うっていうのは、先にアクセスを大体分かってから Excel に操作が入ったので、多分クラスモジュールを知らなくても、僕今までここまでね、生きてこれたんですよ。アクセス知らない人は、例えばこういうものに関して、ここにデータを1個突き出していくっていうのを、多分オフセットとかで書いていくと思うんですけど、じゃあこれをどん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 便利にしていった時に、例えば上手い人のコードを見た時に、なぜこれがクラス、モジュールにあるんだろうとかっていうようなことを考えるんじゃないのかなっていうふうに思います。で、自分の経験上言いますけど、ここに何か行を1個足していくっていうようなこと、ニューレコードを足していくっていうようなことは、クラスモジュールを使うよりは、アクセスとエクセルを連携した方が、はるかに楽なんじゃないかなっていうような気がします。ただ、僕も、エクセルはね、一生懸命勉強したいなと思うので、ちょっとまだまだ、時間はかかるんですけれども、ちょっとね、ここのところに行を継ぎ足すっていうようなものっていうのは、ちょっとまだ今、僕がすぐポンと書けるものではありません。そして、結局ね、見ている方は分かると思うんですけど、ここっていうのはもう決まった文句が、入ってきますよね。要は、ここだったら、競馬場なので、函館か札幌かとか、距離は、条件は、で、レース番号、ゼッケン。まあ、これちょっとね、僕の作った数値なんですけど、で、こういったものってのは決まってくると、だからこれ何でやるっていうと、多分配列で入れていくんですよ。スコン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 と。ね、で、僕もちょっと勉強してて思ったんですけど、結局配列って何って言ったら、もともとアクセスにはテーブルっていう、僕概念はないと思うんですよね。テーブルっていう概念はない。だからこれがむしゃらにテーブルっていう概念をつけてるんですよ。新しくなってきたからって。このペ、あの、えーと、テーブルがパワークエリになったり、パワービボット、僕、パワービボットちょっと触ったことないですけど、そういったものになっていくと思うんですね。で、こういうがむしゃらに、今は機能をつけてはいるものの、昔の Excel なんてそんなもんなかったんで、じゃあそれをきっちり箱に入れて、スコンスコンスコンと入れたり、削除したりっていうのが、配列なんだなっていうふうに、なんかやっとちょっと見えてきたような、感じがしますね。というようなこと今日皆さんに覚えていただきたかったのは、表全体をやるっていうのは、別にオフセットとかをしなくても、
オフセットとかローマイナス1とかね、そういったことをしなくても表を選択することはできるんですよと。でそれをするためには1回のデータベースを、なんだテーブル化しなければならないということですね。でテーブル化にすると、集計専用のなんか機能が強化されて、例えばさっき見せたね、サムとかっていうのもこの1行だけに突っ込んでおくとズバーンと下までいけると、これが、テーブル化のいいところなんですよっていうところをちょっと皆さんに覚えていただければなというふうに思います。はい、ではパソコンの画面はここまでにします。はい、いかがでしたでしょうかね。イルカマヒッチャンさんね、まあこんな感じなんですが、ちょっと私もまだ勉強不足なので皆さんに紹介レベルに至ってないということで、ちょっとね勘弁してくださいということで、必ずお答えいたします。必ずお答えしますので、ちょっと今しばらくお時間をお待ちください。はい、では、今日はこの辺で失礼をしたいというふうに思います。明日スクールオブ VBA でお会いいたしましょう。はい、それでは、今日はこの辺でさよなら。